野菜たっぷりのラップサンド。おいしい。ラップサンドといえば小麦粉を練ったトルティーヤ、丸いやつです。あれで作ると思うんですが、実はねこれでもできるんです。春巻きの皮、春巻きの皮で作るラップサンド、これこそヘルシーでめちゃくちゃおすすめです。ということで今日は春巻きの皮を使ったラップサンドをご紹介させていただきます。今見ていただいたようにラップサンドは生の状態で食べます。加熱しません。なのでこれだけ注意してください。春巻きの皮よく見るとこういう風に書いてます。そのままでも食べれます。このそのままでも食べれますっていうやつと、生って書いてるやつがあります。生って書いてるものに関しては小麦粉加熱していません。なので揚げたり焼いたりしないと食べれない。対してそのままでも食べれますっていうこういうね春巻きの皮でしたらもう加熱処理してあるのでそのまま食べれます。ここだけ注意してください。そのままでも食べれます。春巻きの皮、これで作っていきましょう。それでは春巻きの皮でラップサンド巻いていくんですが、具材です。野菜中心で、あともう何でもいいです。ラップサンド、僕が好きなのは蒸し鶏。蒸し鶏巻いたやつ結構好きでよく食べます。あとはねごぼうサラダ巻いたり、これエビですね、シーフード巻いたり、お肉、これ豚肉煮込んだものですが、例えばタコスミートとかをね巻いてもいいと思います。自分の好みの野菜、好みの具材を揃えて巻いていくだけです。じゃあソースどうすんねんってなると思います。もうねソースはねマヨネーズとケチャップで簡単に作れます。まずそれ作っていきます。マヨネーズとケチャップ混ぜるだけです。マヨネーズより若干ケチャップ少ないぐらいでいいと思います。はい、これでねいわゆるオーロラソース完成です。はい、あとはね簡単にアレンジできます。少し甘めが好きだっていう方、さらには子供のために作りたいっていう方はねこれです。練乳、これ足すとね甘みが出て食べやすくなります。いやいや大人でもっと辛いのがいいんだっていう方はねこういうのいいです。白茶、ケチャップの量を減らして白茶入れることで辛みがあるソースになります。しかも野菜にもぴったり合います。この辺はアレンジしていただいたらいいと思います。あと市販のソースでおすすめなものはこれです。はい、僕はカルディで買ったんですが、韓国のハニーマスタードソース、もうこれならこれだけでも美味しいです。こんな感じでドレッシングに関しては簡単にできるし市販のものでもいいと思います。それではラップサンド巻いていきます。はい、それでは春巻きの皮を開けていきます。ご存知の通り春巻きの皮ってねめちゃくちゃ薄いです。薄いっていうことは非常に乾燥しやすいで、乾燥してねパリパリになると巻きにくいので、これだけ準備した方がいいと思います。キッチンペーパーを濡らします。そして軽く絞る。そしたらバットに置きます。はい、濡れたキッチンペーパー置きました。ここに春巻きの皮置いておきます。今1枚取りました。さらに濡れたキッチンペーパー置いておきます。こうすることでパリパリにならないのでゆっくりね巻くことができます。これで置いといてください。それでは巻いていきます。まず春巻きの皮にお好みのソース塗ります。まずはこれでいきましょう。オーロラソース、伸ばします。あとはねもうお好きな具材です。ちょっとおしゃれなベビーリーフ、さらに僕の好きな蒸し鶏いきます。巻き寿司みたいな感じでのしてください。で、食感があった方が美味しいのできゅうり、さらにはねパプリカいきます。黄色と赤両方いきます。野菜たっぷりいったのでちょっとだけお塩かけます。パラパラです。はい、これで巻いていきます。端っこ持って奥までいきます。こんな感じ。残り3センチぐらいを下に巻いていくだけ。くるくるくる、はい、巻き終わり下にしておきます。このままやったら横から出るやんってなると思います。なので最後にラップでくるみます。ラップの上に乗せてくるくると巻いていきます。巻いたら端っこ持ってキャンディー包み、ねじるようにねじるようにしていきます。ねじるねじる。これで1本目完成。じゃあどんどん巻いていきます。次は野菜先のせます。最後リーフで蓋します。はい、こんな感じ。端っこ持ってグッといきます。結構破れないんで平気。こんな感じで最後くるんといきます。巻き終わりが下。続いて肉系のやついきましょう。これはタコスの味でも例えば照り焼きチキンでもいいと思います。今日は豚肉を甘辛く煮たものです。きゅうり、甘辛ソースにはマヨネーズがあります。リーフで蓋します。これで巻いていきます。ハニーマスタードソースでいきます。めっちゃヘルシーにしたい方はオリーブオイルでもいいと思います。余った春巻きの皮、これめちゃくちゃ乾燥しやすいので、しっかりラップして冷凍庫に入れます。これで冷凍庫です。はい、それではカットして盛り付けです。今日は斜めに切ります。はい、これで春巻きの皮で作るラップサンド完成です。こんな感じ。それではいただきます。まずはベーシックなオーロラソースと蒸し鶏いきます。ラップこんな感じでね、ラップもすぐ剥がせます。いただきます。ヘルシー。トルティーヤの皮と比べて断然薄いので、めちゃくちゃヘルシー、めちゃくちゃ野菜を感じれます。やっぱりね、トルティーヤで巻いたラップサンドって、特に後半もうほぼ生地になるじゃないですか。あれがない。今日はね、中にソース入れましたが、難しいなと思えばソースなしでいってください。でソースをディップして、これもいいと思います。この春巻きの皮、実はこんな感じ、ほらもちっとしてるんですよ。野菜の水分でこのもっちり感が出る。うまっ。春巻きの皮ってパリパリだけじゃない、このもちもち、実はめちゃくちゃ美味しい。はい、ということで本日は春巻きの皮で作るラップサンドでございました。見ていただいたように、もう巻いて冷蔵庫に置いておきます。これから年末年始に向けて人が集まる機会もね、あると思います。春巻きの皮でラップサンドを作っておけば、ちょっとしたパーティーにも役立つと思います。今日の動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンの方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。イートキンコングでした。バイバイ。僕はね、やっぱり年末年始食べ過ぎちゃうので、今からね、この野菜生活始めていきます。うまっ。